1961年5月12日栃木県小山市生まれ、茨城県古河市育ちの俳優、渡辺徹さん。この記事では渡辺徹さんの学歴、大学、高校、中学校、小学校、と出身校の偏差値をご紹介します。目次、渡辺徹の出身高校、出身大学、茨城県立古河第三高等学校、渡辺徹の出身中学校、茨城県古河市立古河第一中学校、渡辺徹の出身小学校、茨城県古河市立古河第一中学校、まとめ？渡辺徹のプロフィール、渡辺徹の出身高校、出身大学、渡辺徹さんの出身高校は茨城県立古河第三高等学校です。茨城県立古河第三高等学校は偏差値58の学校です。渡辺徹さんは1977年4月に高校へ入学し、1980年3月に卒業しています。高校卒業後の1980年に文学座附属演劇研究所本科へ入所した渡辺徹さん。劇団の養成所に入所したため大学へは進学していません。なお、渡辺徹さんは1981年には日本テレビのドラマ、太陽に吠えろ、でラガー刑事としてテレビドラマデビューを果たします。この、太陽に吠えろ、への出演がきっかけで渡辺徹さんはアイドル級の大ブレイクをしています。茨城県立古河第三高等学校、学校名茨城県立古河第三高等学校、学科、コース普通科。偏差値58、所在地郵便番号 306-0054 茨城県古河市中田新田 12-1。最寄り駅栗橋駅、古河駅、JR 東北本線。公式サイト HP 茨城県立古河第三高等学校公式サイト。著名な卒業生青木さやか、声優、渡辺徹の出身中学校。渡辺徹さんの出身中学校は茨城県古河市立古河第一中学校です。渡辺徹さんは1974年4月に中学校へ入学し、1977年3月に卒業しています。茨城県古河市立古河第一中学校、学校名茨城県古河市立古河第一中学校。所在地郵便番号 306-0007 茨城県古河市時和町 11-26。最寄り駅古河駅、JR 東北本線。公式サイト HP 古河第一中学校公式サイト。著名な卒業生、渡辺徹の出身小学校。渡辺徹さんの出身小学校は茨城県古河市立古河第一小学校です。渡辺徹さんは1968年4月に小学校へ入学し、1974年3月に卒業しています。茨城県古河市立古河第一中学校、学校名古河市立古河第一小学校、所在地郵便番号 306-0033 茨城県古河市中央町 3-10-1。最寄り駅古河駅、JR 東北本線。著名な卒業生。まとめ、この記事では渡辺徹さんの学歴、大学、高校、中学校、小学校、と出身校の偏差値をご紹介しました。人柄の良さがにじみ出るキャラクターで人気のあった俳優の渡辺徹さん。残念ながら病のため2022年11月28日にお亡くなりになりました。渡辺徹さんのご冥福を心よりお祈りいたします。渡辺徹のプロフィール、渡辺徹のプロフィール、こんな渡辺徹、渡辺徹。生年月日1961年5月12日。没年月日2022年11月28日。出生地栃木県小山市。出身地茨城県古河市。身長180センチメートル。血液型 A 型、所属事務所文学座映画放送部。